河合と西の先発で始まったゲームです。1回の表、先頭のヘルマンをフォアボールで出して2番の平野に粘られましたが、河合はこの平野をショートゴロにしております。その後糸井もセカンドゴロ。イーグルス先発河合投手1回0点で抑えます。ここからリズムに乗っていきます。一方の西、2回の裏のピッチング、ウォーカーヒットで出塁した後の岡島ですが、ショートゴロに打ち取ります。併殺、西投手も徐々にピッチングは良くなっていきます。ランナーは毎回許すんですが、点を許さないピッチング。5回の表、ノーアウト2塁1塁から送りバントでワンアウト3塁2塁になった場面、河合が踏みとどまります。伊藤が浅いレフトフライで2アウト、ランナーそのまま。そして1番ヘルマンはファーストへのファールフライ。5回無失点の河合、0対0の投げ合いが続きます。6回の裏のイーグルス、ワンアウト2塁1塁、松井ヒット、ジョーンズフォアボールでチャンスを迎えましたが、ウォーカーがピッチャーゴロ。これでしかしランナーは3塁2塁にそれぞれ進塁します。ただしかしその後の銀次、インサイドを攻められました。ファーストライナーで3アウト、なかなかランナーを返せません。7回の河合のピッチングです。自身にとっては今シーズン初めて7回まで投げたという試合ですが、坂口三振、さらにベタンコートも三振、そしてこの回3人目、足立はサードゴロに打ち取ります。河合投手は7回99球無失点、見事な内容、マウンドを降ります。0対0は続いて、8回は福山が0点に抑えたイーグルスですが、9回出てきたファルケンボーグが誤算、ヒットとデッドボール、ワイルドピッチでランナーノーアウト3塁2塁、ペーニャに二遊間を破られます。センター前のタイムリーヒット、これでバファローズが先制の2点、ついに0対0から試合が動きました。これで西投手には7勝目の権利。9回の裏、当然ながらバファローズは抑えの切り札、平野佳寿が出てきました。ワンアウトから銀次がレフトスタンドへホームラン、第2号のソロホームランで1点を返します。しかし結局反撃はここまででした。その後は平野が抑えます。最後は島が三振でゲームセット、2対1でバファローズがイーグルスを破りました。